J リーグのすべてのクラブを救いたい。 J1 に戦いを移したギラバンツ北九州、開幕戦は引き分けという結果でしたが、実力は J リーグの中で上の方にいるであろうレベルにいます。では続きを走っていきます。開幕後浦和に引き分けた後も J1 勝利ができずにいました。フリーキックからのリスタートです。森村、さあサイドから行きます。ギラバンツ、これがチャンスになってどうか。来た、決まりました。ここへ来て同点、試合が分からなくなりました。負けてしまったり、なんとか引き分けまで持ち込むものの勝利できなかったり、その後第4節神戸戦、総合力はこちらが上だった。この試合、これはどうだ、これが決まった。ギラバンツ先制のゴールが決まりました。ディフェンス頑張ります。そして笛。ギラバンツ固い守りに支えられ、相手にゴールを許さず勝利した。 J1 初勝利がやっとでき、ここからが本番という感じになりました。もちろん順位は低いですし、ベガルタの戦力を削らないといけないので、優勝するのは先でしょうけどね。一方補強面ですが、シーズンに入ってから動きが出始めます。オリジナル選手の中ではおなじみの左サイドバックの街道がユスで見つかりました。ポリシーが右上ということで厳しいところもありますが、いい選手なので取りましょう。さらには未所属選手でハーグルーバス、ハーグリーブスがモデルの選手でしょう。高レベルなミッドフィルダーの便利屋というイメージがちょっとあります。かなり欲しいハーグリーブス、4億から値切って3億600万からのスタートで、さすがにそれは厳しいですが、お金を払ってでも欲しかったハーグリーブス。ウィークポイントがあり、5年年俸ほぼ5000万で契約できました。リーグの方は開幕当初は勝利が遠かったんですが、その後はあまり負けることもなく勝ち点を積み重ね、6月ハーグリーブスが加入、これでさらにチーム力がアップします。ミッドフィルダーが選手層が薄いので、もちろんしっかりとチーム力が上がっております。日本国籍の選手しかいなかったので、外国人選手はもっと欲しいかもしれません。その後国内のカップ戦のグループリーグを圧倒的首位で突破し、リーグ戦は6位で折り返しました。得点力不足はこのゲームのあるあるですね。チーム力を上げていけば問題はないと思います。7月は適当に日本国内でキャンプ、キャンプ中の7月3週、すごい移籍金のオファーをくれるかもしれないカリームさんが来たので、そわそわしますが、自分のクラブですごい選手を補強したという報告だけでした。オファーじゃないのはきついな。さすがに補強をしておかないといけないということで、ようやくギラバンツ北九州に来る前にプレイしていたベガルタカライエナガを引き抜きます。総額で3億円かかっていますが、ベガルタを少し弱らせることもできたので良い補強です。8月期限付き移籍させていた若手3人が帰還します。栗原雄三はうまくいきませんでしたが、多少は育ってくれているでしょう。カレン・ロバートはうまくいきました。大きく成長しているようです。時間が経つと六角形が大きくなっていたりするので、ここからどうなるのかが期待です。高橋秀人も大きく成長したようです。年末の成長確認で気になる若手3人ということで、家永も合流しており、さらにチーム力はアップ、良い感じになってきております。さらには契約延長もある程度済ませました。それでも20億近くお金が残っているので、補強するお金に回せそうだなとにんまりしつつ、そのままユースの発掘、韓国のフォワード10、悟空を発見します。
これはかなりの大物です。売れるでしょうし、良い補強で良い流れができていましたが、各戦は浦和に負けて敗退します。 J2 に落ちなきゃ。結果は今こだわっていないので特に気にせず。さらに11月、奥村達彦も獲得します。日本最強の便利屋と言っていいレベルの選手です。4億円ほどかかりますが、もちろん確保します。そしてリーグ戦が終了、育成と補強メインでしたからね。落ちなきゃいいということで、結果は6位でした。割と上位にいたので十分です。年末のニューイヤーカップも途中で敗退しましたし、あとは来年、再来年に向けていくだけです。では、成長確認をして終わります。どのくらい成長したんでしょうか。ミッドフィルダーの補強が目立ちましたが、育成もその後に動きがあったので、それもお伝えしていきます。去年末と比べると、もちろん総合力は大きくなっております。即戦力の補強が影響していたのが一番かな。もちろん育成もしていましたけど、まずは西川周作、少し成長しています。期限付き移籍でちょっと伸びそうですが、若手を育てた方が良いかなとも思います。センターバックは田辺雅樹、こちらも少し成長です。ランクが高くないのでちょっと厳しいですが、選手が少ないのでもう少し使うかも。去年未所属から獲得したフランソは林、自然な成長の仕方をしています。若手育成とかは厳しいので穴埋め的な役割になるでしょう。ディフェンダー藤本浩太、こちらも成長していますが、ランクが低いので来年にはいなくなっている可能性も高めです。ディフェンダーの補強はしたいですからね。チームの柱となっている田村直也、まだ少し成長しております。でも衰えも近いので若手の育成が大事ですね。チームの完全なる大黒柱、明神、成長は安定期に入りましたが少し伸びています。33歳までキープはすると思うので、しばらく柱でいてくれるでしょう。少し成長したミッドフィルダー山口、ミッドフィルダーの補強により補欠になりました。このまま対談でも良いかなという立ち位置です。スタメン組としては一番能力が定員森村、うっすら成長していますが来年にはいなくなっていると思われます。ほぼ動きがなかった武藤勇樹、ピークを超え衰えが近いということもあり、カレン・ロバートが成長すればベンチもあり得るでしょう。うっすら成長していたうちの得点源佐藤久人、ただ来年からは衰えていく成長タイプだと思うので若手の育成大事です。期限付き移籍により大きく成長したカレン・ロバート、次世代の柱として育てております。佐藤久人の後継者として育ってくれるとありがたいです。即戦力として補強したハーグリーブスがモデルのハーグルーバス、リーグ終盤このシーズンは捨てていたので期限付き移籍させました。来年期待です。期待してるほどではないですが、育成させている左サイドのバックでも街道が見つかっているので今後は放出もありえそうですね。期限付き移籍によりまずまず成長した高橋秀人、使い勝手の一種理的ミッドフィルダーとして育てております。補強次第でベンチ組もありえるかな。少し成長したゴールキーパー前山、西川がいますからあまり将来性はないです。このまま対談もありえるでしょう。トップ昇格の時に比べ大きく成長した栗原、しかしもっともっと伸びる逸材なので柱として育成していく予定です。ベガルタから引き抜いた家永、前に監督業をしていたベガルタを弱体化するためにも補強した選手ですが、それ以上に単純に戦力として呼びました。しっかり育成したい選手、中西、少し成長しています。期限付き移籍もさせたいので、
育成の日々を送るでしょう。そして人数合わせでトップ昇格した間、こちらは将来性は薄いですね。来年退団もあり得るでしょう。そんな選手たちの育成状況でした。チーム全体の課題ですが、即戦力の補強が必要なのはディフェンダーとミッドフィルダー。今後本当に期待している選手はカレン、栗原、ハーブルーバスです。お金稼ぎですが、ユースを売るでしょう。10、悟空をトップ昇格させてオファー待ちが一番いいかなと思っています。 3,4 年後くらいに J1 優勝できればいいかなということで、来年にいろいろまた上がっていきたいところです。今回はここで終了します。ご視聴ありがとうございました。